誘ってから、もうやっちゃおう。じゃあ行こうか、夜の夜な踊ろうぜ。始まったね。クラップ表現ダンスビートの勝手、夜な夜な踊っていこう。今宵のらりくらり自由奔放、存在証明がしたいならば踊らりゃそう、踊らりゃそうです、踊らりゃそう、踊らりゃそうです。君と待っていたい、待っていたいだけです。ならば踊らりゃそう、踊らりゃそうです、踊らりゃそう、踊らりゃそうです。心踊れない毎日なんて私気に食わないわ。ミラーボール輝いて今宵照らし合っていく、あらけ出してちょうだい感情を、目を鳴らして環境へ。あなた大の超低スケ、夜な夜な踊っていこう。今宵洗いざらい話してくれ、もう感謝じゃもったいない。踊らりゃそう、踊らりゃそうです、踊らりゃそう、踊らりゃそうです。君と待っていたい、待っていたいだけです。ならば踊らりゃそう、踊らりゃそうです、踊らりゃそう、踊らりゃそうです。心踊れない毎日なんて私あってもいいわ。誰の惹かれる方へ、誰も知らない方へ、形を繰り返し、そんな日々を過ごして、夜が明けてはまた繰り返す。そのままずっと胸のほど声、ならば大人にはそう、大人にはそうです、大人にはそう、そうです。君と待っていたい、待っていたいだけです。ならば踊らりゃそう、踊らりゃそうです、踊らりゃそう、踊らりゃそうです。心踊れない毎日なんて私気に食わないわ。始まりましたということでね、卒業ライブ一発目なんで、フレデリックがね一発目でやらせていただけてるかというとね、なんと僕がニューイヤー、2019年のニューイヤーライブで初めてこのアメミンでライブしたんですけど、その時にケンシン君と一緒に入って、でまたマサカズとね、マサカズだけ訓読みじゃないもん、なんかちょっとあれだけどマサカズとケンシンとその一緒にフレデリックをやって、それが僕のデビューライブということで、なんか結構思い入れのあるバンドなんで、その時もね、突破だったんで、また卒業ライブで突破をやるというちょっとエモい状況にね、なっております。で、本来、もう一人ベースの、まあ、そう、武田真子ちゃんっていうね、女の子がいたんですけど、まあ、あんまり所属はしてるのかな？してるんだと思うけど、来なくなっちゃったんで、とりあえず、急遽高政に、まあ、なんかちょっと、はぶられちゃったみたいになったんですけど、でも高政にも結構思い入れがあって、
高政とマイケル、結構僕中高からの付き合いなんですけど、マイケルとかね10年ぐらいだもんね、今年で全然向いてないけどで、この3人は高校の最後 2,3 年生のクラスが一緒なんですよね。だから結構、また謙信をはぶっちゃうようなことになっちゃうんだけどだから全員が一致することはないっていうありがとうで、ですよしかも僕今卒論でやってきたばっかでリハに間に合わず、最初ギターが鳴ってないという途中で、あ、回し逆だと思ってしかも駅に下北沢駅に着いたのが、まあ、3時からリハーサルで、その教授に捕まってたんで3時3分ぐらいに着いたんですけど、僕今日ウェーバーさんだと思ってて、間違えてウェーバーに行っちゃって、しかもなんかアメミンって伝えた上で入れちゃってウェーバーに、でなんか途中までライブ見てて、お、もう始まってるやんと思って、突破間に合わなかったのかなと思って、でなんか MC と話してて、でなんかみんななんか知らない名前の話しか出ないなと思って、そしたらもう全然違う団体でそのまま急いで来るっていうね状況なんですけど、すいません、ホリックさんでした、頼もしますいただきます、ホリックじゃあまあ1曲目ね、結構踊らせるような、これめっちゃ詰まったんだ、踊らせるような踊らせるような曲だったんでね、まあ、2曲目はちょっとしっとり、じゃあみんな踊ろうぜそれもそっかそっかって言って、お幸せについて通ろう、何が正義なのかって思う、生意気そうに浮かんでそれもいいないいなって思う、テレスコープ越しの感情どっかに全部詰め込んだ、踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が君じゃない、踊ってない夜を知らない、きっとないと音楽も踊る、ダンスでダンスする現状、これはチャンスなんかって思う、カスタネットがほら簡単、タタタタンタタンタンタタンタン、踊ってない夜を知らない人とかこの世で一人もございません、踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が君にはない、踊ってない夜を知らない、